一木中学校で合ってますね。え日置、うん、日置市、日置市、日置市立東一木中学校ですかね。一木、はい、呼び方わからないけど、そこです。はい、お願いします。はい、出発しまして約40分。はい、途中でお昼食べましょう。はい、昨日の晩に鹿児島に入りました。はい、で今日は日置市立、うん、東一木中学校ですかね。はい、今回のメンバーは富田さん、はい、小梶さん、それからおはようございます、上田くんでございます。上田くんでございます。はい、はい、ウェンディでよろしくお願いします。と制作の高久です。はい、てことでいきますか。よろしくお願いします。面が出てきた。本当に面あったよ。出てきた。出てきた。あれの組み合わせ。はい。あの野菜もカレー。カレーもあるよ。カレーも。マジで調子悪いのかよ。ダメそうだったね。隣の人に映った。朝飯食いなかった。じゃあ、ダメです。はい、ありがとう。醤油もダメで食べてください。はい、ありがとう。ありがとうございます。調子よく殺したいな。この粉菌だっけ、粉菌だっけ、うん、の写真もこうだった。あ、そうなんです、ね、うん、いただきます。いただきます。まぶしい。これだけ無理する。可愛いやつ。ちょっとこれ、ミニラーメン。さあ、行きますか。行きましょう。まだ時間が、した時間がありますけど。ここにこう、あの、ヒープタ張ったぐらいのでっかいタンコブになって、はい、で その後眉間に全部血を置いてきたんですよね。そう経験ないな、俺。頭はなんかめっちゃ血出ますもんね。いや、でも切れなかったから。そうなん、うん、全然切れはしなくて。頭の止血ってどうやってやるの。頭の止血、基本的に首締めんの。これ傷口を押さえてるって言われました、うん、やっぱそうですよね。普通に腕とかだったら、ね、止血の方があるけど、それはないんじゃないですかね。頭は毛細血管しかないから、ね、いわゆる動脈とか通ってないんですよ、うん、頭皮は。あ、そうかそうか。だから大丈夫、本当に押さえるだけで大丈夫なんですけど。聞いとかないとね、そういうのね、うん、首絞めたら死んじゃうもんね。首絞めたら死んじゃう。止まれ、血は止まるけど命も止まっちゃう。血止まりました。心音は止まってます。心臓止まっちゃうからな。
宇田くん。ホチキス痛いんですよ。ああ、そっか。え、あれは消えるホチキスですか。うん、抜くやつ。取らないといけないやつだ。抜くのは全然、痒いぐらいあって。いやー、宇田くんの日じゃないよ、そこは。行こうか。はい。目的地付近です。ルート案内を終了します。あっちのなんか細いところでしたね。はい、ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。はっちゃんごめん。重い。ありがとうございます。正月でバージョンアップしてる。色変えてみました。で、はい、はい、元気ないな。うん、そうですね。これほどいい。今開演30分前でございます。生徒さんが入ってきました。
私はですね、皆さんに方言を伝えるために東京からやってまいりました大船元成と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あおんげあおんげあおんぞあおんぞあおんげあおんげあおんぞあおんぞあおんぐすをその食うてみようと思うが何とかいや大人もの負けられる終わりました。終わりまして、これからホテルに帰ります。最後にあのあれね、あの入り口に閉まると思います。はい、大丈夫でしょう。おじさん、トランク乗せた？乗せた。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でございました。はい、レッツゴー。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。寒かった。ちょっと。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。さあ、ここだ。あ、もう全然車ないか。あ、この先か。うん。曲がれっかな。いける？一発で無理っでもらその車、うん、こっち大丈夫です。あの左を見てください。右前大丈夫。右前大丈夫。余裕で大丈夫。右前余裕で大丈夫。右前まっすぐ切れる。
はい、オッケー。はい、できました。ありがとうございます。どうも。どうも。ありがとうございました。はい、みんな手振って。バイバーイ。バイバーイ。さよなら。すげえよな。俺絶対できない今の。絶対できない。すごい。さよなら。スーパー諦めちゃう。はい、終わりました。お疲れ様でした。左方向で。いやー、上田君何飲む？まずはホテルを目指しますか。ですね。ね。帰りましょう。帰りましょう。ホテル帰って、温泉使って、さっぱりして。明日。うん、うちやるから。まずはちゃんと傷つけないように。何やってんの？何やってんだよ。ちょっとそんなことあるマジかよ鹿児島で唯一の溝にハマった人さあホテルに到着しまして、はい、これからちょっとゆっくりしてから夕飯を食べに行きましょう。はい、まずはお風呂だ。お風呂違う、なんかお酒っていうより胃が痛かった。ほんとに胃を現場ですからね。資料明日もお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。飲みすぎないように。飲みすぎないように。走った後だしね。うまい。うまいよね。ミュートになってます。全部一緒です。全部一緒です。全部一緒だよ。お腹のお肉ですね。おどす。お腹のお肉。いやそのワインがどこの国か。僕さっき一口飲んでピンときました。僕は。来た。僕はすぐわかりました。これチリかな、アルゼンチンかな、南米だと思います。はいはいはい、南米ですか。南米ですね。正解はイタリアです。イタリアですか。一番正解。フェースティングとかね。フェースティングの味方とか。マンサーね。当然もいい。ほら、この人いるでしょ。じゃあ笑いました。いやグーじゃないんすよ。どこの国っぽいですか。これはね、はい、これは
カリフォルニアでしょ。カリフォルニア、うん、カリフォルニアでチリかな。さっき出たやつじゃないですか。南米な感じするけど、イタリアですだと思ったやつ。どうですか、イタリアの味するわ。やかましい。ペラーキかわいい。